あ、こんにちは、グランピーです。今日はロングライドに持っていくべきアイテムを、まあ、何回も紹介してますけど、ちょっと最近この僕の視点が変わったのでまた再紹介します。で、僕最近ちょっとヒルクライムとかちょっと自転車ハマりすぎて、今日ナミちゃんがリンちゃんを連れて実家に帰りました。だから走りすぎ要注意です。で、長距離って言うと、まあ僕の中の長距離はだいたい80キロか100キロぐらいです。例えば美和市とか淡市とか丸々市とか、もしなんか丸々市あったら他にもコメント欄で教えてください。その時に持ってったらいいだろうなっていうのがあるので、前半では自転車につけるもので、後半ではその中に入れるもので、最後には僕が個人的におすすめなもの3つ紹介します。もう全部ここにあります。で、長距離になるとやっぱりさすがにこうバックパックとか、あのサイクルジャージのポケットとかに入れるとこのジャージ引っ張られたりとかしてすごいストレスになるので、できればまあフロントバッグ、フレームバッグ、サドルバッグあった方がおすすめです。まあ、このフードポーチとか、で今までいろいろバックパック、あのバック関係つけたのやっぱフロントバッグが一番バランスが良くて、その漕いでる時にその何ていうかな、影響がないので僕はフロントバッグをおすすめします。今個人的に一番欲しいのはこのスイフトインダストリーズのバンデット、これが僕の中では一押しです。フレームバッグ、フレームバッグできればこの X パックの生地の方が、最近今ゲリラ豪雨とかあると思うので、あの雨降ってもあの多少あの撥水性があるので中のものが濡れづらくなってます。フレームバッグのいい点はこの走行中この中のものを取り出して、まあ、カメラとかあのハンカチを出してサッと締めることができます。フロントバック、フレームバックだけ足りない人はまあサドルバックとか入ってます。ただこれヒルクライムとかでダンシングするときにサドル下が重くなってこのすごく触れるので、あんまりそのヒルクライムで使うのはあんまりおすすめしないです。だいたい10リットルぐらいで容量が。最近は炎天下になって、例えばクワッドロックでこうスマートフォンつけててもあのスマートフォンがその熱で反応しなくなるので、そういう時はステームバッグをつけてその中にスマートフォン入れるのが僕はいいと思います。これつけてます。最強なのはこのレベレートデザインのフィードバック、これが最強です。これだいたい1万円ぐらいしますけど、まあ、それなりの価値があります。これ走行中こうやって閉めて走行中こう開けることができます。ある程度大雨降っても中のものが濡れづらくなっています。あとサイドポケットがあるので、なんかこのゴミ入れたりとかフェリー乗る時のチケットとか入れやすくなっています。あと自転車つけるもの、まあボトルケージ、PW のスパローケージ、これはここの部分がこうなってないので、このクリーンカンティーン、この保冷法ボトルを入れても傷つきづらくなっています。あと自転車つけるものでしょ、反射板。長距離ライドになるとやっぱり朝早朝出発して楽しくなりすぎて日が暮れるまで走ると思うんで、まあ、こういう反射板とかあったらいいです。これ、ね、あとこれか、大容量バッテリーのライト、まあ、1000ルーメンぐらいあるとこれ安心です。1000ルーメンは1000ルーメンで1時間になります、マックス。でもこれは500ルーメンにすると3時間だったりとか、250ルーメンで5時間半の点灯席もあります。今僕はこれ使ってます、1600ルーメン。ただこれちょっと重すぎるので、ロングライド行かないときはあの700とか800ぐらいをつけてます。で、前をつけたら必ず後ろもつけてください。これ最近はこの、これ違うけど、あのアラートモデルって言ってこのブレーキかけるとこの点滅するモデルもあります。デザインは2年間保証なんで、あの壊れても安心です。でしょ、次はこの中に入れるもの、何入れようかなと、まあ、タイヤレバー入れたりとか、まあ、チューブレスの人はまあシーラント持ってったりとか、最近はチューブレスでもあのバルブコア あのバルブの部分がコアな、コア外す道具があるのでバルブコアは最近いらないです。まあ、これなパンク修理キット、まあ、チューブレスのパンク修理キット、あと携帯工具、あと携帯ポンプ、あとチューブレスでパンクしたらどうしても止まらない場合はこのチューブを持っていきます。だいたいこれぐらいあれば大丈夫と思います。
あと個人的にちょっと早くなっちゃったんですけど、個人的におすすめあった方がいいのはこのクリーンカンティのボトル。これはあの10時間ぐらい中の氷が溶けないので、サイクリング中にもう自転車が降りて止まってゆっくり飲みましょう。これですね。でもし氷がなくなったらコンビニで氷補充して、またそこからあの冷たい状態のまま、飲むことができます。あと普通にボトルのできればこの大きいボトル、これはあの炎天下なんか走ると体が熱くなってくるので、あの体にかける用のボトル、水入れて走ります。あとスマートフォンだとあの壊れる場合があるんで、僕長時間の場合はこの GPS メーター使ってます。僕はノーグローブ派なんですけど、そろそろグローブつけようかなと思って、やっぱりここ手のひらが痛くなってくるので、最近はこのジロのこういうゲル付きのグローブとか、オンラインショップで一番人気なのはこのイントロというブランドのスティンガー4という、この200キロ走っても疲れないというパッドがついてます。これめちゃくちゃ売れてます。はい、よいしょ。あとはあの最近思ったのが、 SPD-SL じゃなくても SPD でも、この前のヒルクライム動画の時もそうでしたけど、これでも十分こげます。そんなガチでこがなければ SPD でも大丈夫です。でも本当にもっと SPD でももっとこうこぎたい人は、このジロのセクター、例えばこのちょっとこのソールが硬いやつとか、ジロの VR のエンパイア90とか、そういうあのカーボンのソールだとよりダイレクトにこぐことができます。以上、こんな感じ。多分これを全部揃えると大体ですけど、ですね、8万円ぐらいかかります。8万円でしょ、まあ、ボーナス出て8万円で、8万円この一応ローンも使えるんで、ローン使って購入もできます。はい、以上です。で毎週ちょっと最後なんで、毎週日曜日に今度は僕のそのアラフォーへの挑戦という第2章ということで、今度パワートレーニングをします。毎週日曜日の朝8時ぐらいに極楽寺山、僕いるので、もしあの一緒に走りたいなっていう人がぜひ現地でお待ちしてます。じゃあ長距離ライダー、水分補給をしっかりとって、気をつけて走ってください。じゃあ終わります。